リニア中央新幹線の静岡県内航空が遅れている問題、皆さんはご存知ですか静岡県の川勝平太知事がリニア建設に対してガタクな,な態度を取り続けていることが原因で周辺市長からも反発が相次いでいます。このままではリニアの開業が遅れるばかりか、日本の経済成長まで阻害される恐れがあるんです。川勝知事は静岡区公駅の新幹線駅建設を求めていましたが JR 東海は民間企業。利用客が見込めない駅を作る義務はないんです。そもそも川勝知事自身がリニアと静岡区公駅の関係、 を否定しているのでこの議論は、もう終わっているははずなんですです川勝知事は政治家としてどうすべきか、JR 東海に幹線沿線の街づくりに積極的に関わってもらうことを引き出すくらいしか手はないんです。ただ、をねるだけでは政治家としての手腕に疑問符がつくでしょう。リニアは静岡県にもメリットがあるはず。川勝知事は県民のためにもリニア建設を進めるべきだと私は思います。皆さんもこの問題について考えてみてくださいね。